アーティスト、ミュージシャン、パフォーマンスアーティスト、俳優。インダストリアルミュージックの創始者の一人として、また、新興宗教団体テンプル・オブ・サイキック・ユースの創始者としても知られる。性別に関しては、サード・ジェンダーを辞任している。イギリスのマンチェスターに生まれたニール・アンドルー・メグスン、後のジェネシス・ピー・オリッジは、ソリハル・スクールで、オカルトとアバンギャルドを学び、 春大学に移った後、ロンドンのカウンターカルチャーに携わることになる。その後、キングストーンアポン春に戻り、当時の交際相手であったコージー・ファニ・トゥッティと共に、クーム・トランスミッションを結成した。クーム・トランスミッションの活動の後、オリッジは、トゥッティとクリス・カーター、ピーター・クリストファーソンと共にインダストリアルミュージックのバンド、スロッビング・グリッスルを1975年に結成。 1981年で一度活動を終え、2003年に活動再開し2010年に解散している。スロッビング・グリッスルの最初の活動終了後、オリッジはバンドメイトであったクリストファー・ソンラと共にサイキック・ t v を結成。メンバーと音楽性を変えつつ、活動休止を挟みながら、現在も活動している。その一方、 ソロとしても活動し、秋田正美や、ゼブなどとコラボレーションを展開した。1981年、オリッジは、新興宗教団体テンプル・オブ・サイキック・ユースの、結成メンバーとなる。黒魔術、聖魔術に基づく、自己変革を目指した団体である。この活動のため、オリッジは、イギリス国外退去処分を受け、現在の居住地のニューヨークに移ることとなる。 2017年10月に慢性骨髄探求性白血病と診断され、2020年3月14日にニューヨーク市で70歳で死去。日本の音楽雑誌、ミュージックマガジンの1980年8月号のインタビューで、ジェネシス・ピー・オリッジは自らが普通の仕事ができない精神の持ち主で、仕事をしてもすぐに問題を起こして解雇されるだろうとし、 実際、インタビュー当時イギリス政府から恩給をもらっていると語っている。オリッジの代名詞として語られているパンドロジェニープロジェクトは2番目の妻であるレディー・ジェの外見を目指して行われたものである。ありがとうございます。